当にお越しいただきまして誠にありがとうございます。この電車は直通美濃行きイベント列車です。まずはじめに東北地方太平洋沖地震で被災された皆様、ご家族の皆様に心よりお見舞いお悔やみを申し上げます。九泉山デビューもみじの足湯開業イベントにつきまして、ご説明とお断りを申し上げます。当イベントは、被災地の復興支援に協力させていただくため、内容を一部変更して開催いたします。つきましては、誠に勝手ながら、当初予定しておりました映画、阪急電車のロケ地写真展を中止とさせていただきます。美濃駅の会場に義援金の箱を設置し、被災地の復興支援に協力させていただきます。皆様ご理解のほどよろしくお願いいたします。そして皆さん、この電車は富江駅と石橋駅で2回電車の通過待ちをいたしますが、2回目の石橋駅でミニイベント宝探し大会を行います。詳細につきましては石橋駅到着前にご説明いたします。さあ、何が当たるかお楽しみに。本日美濃駅では車掌放送体験、運転シミュレーション、お絵かきコーナー、ミニ縁日、展示コーナー、阪急グッズ販売などさまざまなイベントが催されます。なお、イベントを通じて集まった義援金とグッズの販売、縁日の売上金は日本赤十字社を通じて被災地へ送付いたします。それでは石橋駅での宝探し大会まで、新車九泉山列車から見える沿線風景と周りの素敵なお兄さんお姉さんたちとのお話をお楽しみください。